やべね、せーの。2月6日 EX シアター六本木にてハマスカ生放送部第2弾の開催が決定。詳しくは番組ホームページまで。開催は決定したんですけれども、うん、グッズのちょっと発注の締め切りが一番早く来るので、うん、今日はあのグッズについて開発会議していただきます。開発会議、はい、第1弾のグッズちょっとお伝えしたいと思います、はいはい、去年ね やりましたよ。やっぱタンブラーとかは会話がきっかけだった気がするな、うんうんうん、もうちょっと厚手のものも行こうと思えば行けるんじゃないかという気もしますが、うん、パーカー、うん、じゃあいいじゃないですか。だからフーディーっていうかちょっと厚手のものを今回はっていうのはいいですね、はい、で、まあ、こういう定番系もありつつ、はい、新グッズみたいなのできたらなと思ってまして、うんうん、一応ちょっとスタッフで、あ、考えてくれた、案出ししてみたんです、はいはい、あ、目覚まし時計っていうのは確かに違うんだ、これそういうことね、すごいね、無理を言い過ぎだよ、ね、誰が欲しいの、休日課長がチーズケーキ欲しくないよそんなの。これ僕らの声が入ってるとかだったらめちゃくちゃいいでしょうけどね、それ結構難しくなってくるでしょうね、うん、まあゆくゆく本当に次があるんだったらちょっとその高額デカめな商品考えたいですよ、うん、アマスカオリジナルジェンガとかさ、ジェンガ、それ本当にでかいやつね、でかいやつ、スカジャン作るとかさ、あ、いいじゃないですか、ね、そのスカジャンとかはだって時間かかるからさ、でも刺繍でやってもらったら結構いいよね、確かに、番組との縁はないけど、スカジャンだ、スカジャン、確かにアスカジャンじゃん、ほんとだ、ね、アスカジャンっていう名前にはしてほしくないけど、嫌ですよね、それは嫌です、スカジャン、かわいい、スカジャンね、ハマスカジャン、マスカじゃん、ポカスカじゃんみたいなね。そういうなんか大きめのやつはゆくゆくはできるんじゃないですか、どうなの。確かに。そればっかりはやっぱ結構僕らがデザインとかで入んないとね、さすがにお客さんもこう、うん、値段もするし、僕らも不運だとちょっとなんかね、うん、なんかそういうのはやれたらいいですよね、うん、あとはレトルトカレーいや、よくあるじゃないですか、コラボ食品って、ハマスカレー休日課長監修、あの人出してるから、レトルトカレー、へえ、そういう時に課長を久しぶりに呼び戻して、うんうんうん、今ちょっと放置してるんでしばらく放置しちゃってるから、課長をちょっとやりましょう、はい、アスカファイ争奪プレイリスト王決定戦キャンプ編、キャンプを疑似体験しながら選曲バトル、どうしたどうしたどうした、リアルだ、さらにイベントへ向けグッズ制作をスタートします、私のファンは何だったの